山の景色町の中園系モムチルグラとは、ブルガリア南東部の町、及び、それを中心とした基礎自治体、クルジャリ州に属する。モムチルグラとは、クルジャリ州で2番目に大きな都市である。モムチルグラとは、ロドピ山脈の南東に広がり、ブルビサ川に沿って位置している。ブルビサ川は、マリサ川の支流アルナ川の支流である。この地域は、 エレノボトストパンストボ自然保護区が広がっている。モムチルグラトは1934年まではトルコ語の古称メスタンルあるいはブルガリア語化されたメスタンリで呼ばれていた。1937年に町に昇格した。モムチルグラトの直近にはタトルと呼ばれる村がありスベティリシトと呼ばれる遺跡がある。オルペウスの墓であると伝えられている。この場所には ボリス一世の聖堂が建てられている。町の周辺では、主として、タバコ、コショウの生産、畜産業などが行われている。町の産業地帯では、木材加工、金属加工、繊維産業などが行われている。モムチルグラト基礎自治体には、その中心であるモムチルグラトをはじめ、以下の町村が存在している。ありがとうございます。